じゃあですね、黒沢さんの話からしましょうか。先々週なんですけども、「トンネルズの皆さんのおかげでした。」という番組がありますよね。あんまりあの僕は、あのトンネルズさんとかフジテレビのバラエティ乗りが、実はね、あの好きじゃないんですよね。あんまり見ないんですけども、「女芸人の人生相談というやつで、三浦靖子さんとか伊藤麻子さんが彼氏ができないという番組で公開で、あの彼氏募集しようかみたいな話になったんですね。まあ、ここまではよくある。 ですけども、三浦さんと伊藤さんが出してきた条件がですね、カレシ募集って言っても業界人限定っていうことに途中になったんですよね。で、それがね、なんか一般人はね、やっぱりっていう言い方をしてて、なんかそこら辺で僕のちょっと待てよセンサーがこうピンと立っててですね、女芸人さんだけなのかどうかわかんないんですけども、その。 なんで一般人一般人だったら来るのは当たり前だけども、それは嫌なので、みたいなのがすごい気になるんですね。その彼氏ができない、彼氏ができないって言ってるのに、一般人は嫌って言ってる段階で、 そんなもんできるはずがねえのに何言ってんだこいつって <laughs> もう正直思ったんですけどそこら辺に対するツッコミは全然ないんですよ。その中で,です、ね、森三中の黒沢さんがですね何、えー、だろうなあの「お前は恋愛どうなんだ」って言ったら黒沢さんが「いや恋愛より先にね仕事で全然成果出せてないと」とんか仕事で結果出せてないから考えられないみたいな話をしてですねでそこで。 黒沢さんがですね、タカさんにですね、すっごい愚痴るわけですね。あのそれはね、あのなんだろうね、恋愛も仕事もお笑いもっていうふうにできたらいいんだけども、この世界どっちか諦めなきゃいけないじゃないですか。女芸人っていうのは恋愛したらもう笑ってもらえないし、えー、だからといってお笑い取っちゃったら男の人は寄ってこないと。男芸人さんはいいですよねって話をしてたんですよ。男芸人さんは例えばその面白いのにモテるとか。 すごいあの、笑いを取ってるのにちゃんと奥さんと結婚するという成功例がいくらでもあるじゃないですかっていうふうにこう言ったんだで「おうお黒沢よく言った」と僕は思ってですね確かにそうだよなと芸人さんは、まあ、ダウンタウンの松本さんもそうですし雨上がりのねあの、うん、まああのえー、っとそうなんだけども結構笑いをやりながらもちゃんと結婚して子供いてというように なんながいるんだけども、女芸人はそんな人まず見ないなと思ってたらそしたらタカさんがいやもうごく自然いやそんなことないよと、えー、タモリさん志村けんさんさんまさん見てみろとみんな、まあ、あの不幸とは言わなかったんだけどみんな私生活は一人だよと孤独だよと不幸だよというふうなことをポロッと言っててああと思ったんですよね。つまり、なな、んだろううお笑いいい芸人人でも本当にに突き詰めて、てソリッドにやっていく人というか。 燃え尽きるほどやる人っていうのはあの男芸人であっても結婚とかできないし一度はやることがあっても家族生活が破綻してしまうんだな で、女芸人っていうのは元々笑笑いい自体が女を捨てる笑いですよね。男芸人は男を捨てる笑いっていうのがあまりないから男芸人っていうのは芸人でありながらモテるっていうのができるんだけど女芸人の人は芸人である時に女を捨てるというのを一つやるともう一つ「一本グランプリ」で黒沢さんが出た時にやっぱり黒沢さんがなかなか一本が取れないっていうことで男芸人の人みたいに。 お題出されてパッとフリップで反射的に考えてこの答えというのを出すのがやっぱそんなにできないといまあ実力的なものもあると思うんですけどもそのタカさんが出した例のです、ね「タモリ・シムラ兼さんま」というのがです,、ね、すごいちょっと僕はと心に染みてああ、なんか男芸人は両方手にしてますよねという黒澤さんの僕を一瞬納得させた言い草がちょっとね、相対化されたみたいで面白かったんですよ。で 本当にね、すごい人たちは孤独だと思ったんでだからそのダウンタウン世代ってね僕もそうなんだけどもダウンタウンでお笑いの概念が変わっちゃった人っていうのは正直松本ひとしが結婚したたたに、「え?」っっって思った思ったんですよ。相変わらず面白いんだけどもこいつはもう芸人じゃなくてものすごく面白いタレントさんになったなっていうような,なんかねあの気持ちになっちゃったのはあの正直ありますね。で、そっから黒沢さんの なんかこの酒が入ってるかなんかわかんないですけどもなんかダラダラしたですね。大体いいテレビが最近面白くないって話があってコンプライアンスの問題とかがあってお笑いがちゃんとできないと。で、えー、フジテレビこれでいいんですか面白いのがフジテレビじゃないんですかというふうに言って制作会社のプロデューサーに文句言って次にその,そのなんだろうなフジテレビのプロデューサーにも文句言うんですけどもやっぱあのフジテレビのプロデューサーに文句言う時は周りが気を使ってるさまがちょっと番組としてすごく面白かったんですけどそれは置いといてですね 黒沢さんがですね、社員の給料が削る覚悟はないんですかと。 フジテレビ、現に今、視聴率苦戦してるじゃないですか。もっと社員の給料を削ってって言ってる時にです、ね、フジテレビの社員の人がです、ねまあ、一番ラフな格好で来てるんですけども時計だけはもうとてつもなくいいやつバチンってはめてです、ね、それ腕利きながらはあって聞いててです、ね、めっちゃ高そうな腕時計してるんだけど誰もそれを突っ込まないして論文も書かないっていうところがああなんか、あのー、放送の限界っていう感じがしてですね。 <laughs> 面白かったですね。じゃあ僕が思うのはですねフジテレビの社員の給料は高いんでそれはもう分かってるでもそれを削る覚悟があれば本当に面白い番組というのができるのかどうかっていうのが気になるんですね論理的に考えれば面白い番組と予算とは関係ないんですけども。 かといって社員がバカ高い給料を取って制作費が安い局でですね面白い番組ができるはずがないって言われたらそう確かにそうだよなと思いますよね。っていうのはそんんなもう楽なな楽体制作作っっちゃったら、面白いい番組作るモチベーションないですもんねあの。社員の人は社員の人で楽に番組作ることを考えるはずだし。 後であの元フジテレビアナの長谷川さんがですね来たらですねこの辺社員の給料を削れば面白いのできるのっていうのを聞いてみようと思ってますので,で、フジテレビの上層部は今才能ないだけですよ。<laughs> そうです、うん。あのフジテレビの上層部はバカバカなだけです。はい、はい。だから無理です。10倍から50倍。はい。だからすごいですね。お金かけて面白くする方法はいわゆる <laughs>、ええ、タレントさんをいい人呼んでもそんなギャラって差がないですよね。 ギャランティーは、ね、<ー>むちごく一部のいわゆるっていう人たちいるじゃないですかあの人たちはあのー、1時間ゴールデンタイムの番組に1本出ましたで、うん、ベンツは新車でも最近の若手の頑張ってるたくさん出てますよね、うん、みたいな人たちいるじゃないですか、うん、あの若手の頑張ってる軍団っていうのはよく見るよね本当有名だよねっていう人でもあのサラリーマンの月給に及ばないので。 僕見ててそのバラエルダンディとかに出てる文化人とかいるんですよ、うんはい、あの辺、軒並み3万から5万のはずなんですよ。おっしゃだから3万から5万なんだから、はい、はい、もう誰呼んでも一緒なんだから、はい、面白いんだったら、ちょっと変なやつ呼んでっていうのも面白くできるんだけども、なんか似たようなメンツになりますよねすよ <laughs> 結局、フジテレビって今、32年間、日枝久さんという人が取締役で、要はトップに立ってるわけですよ。はいはい、だから要は、もうあのカダフィ大佐より独裁政権が長いわけですよ。そうなってくると23年 のイエスマンしかいななくるんですねイエスマンの特徴って何かというととにかく飼い犬ですね「おて」って言われたら「おて!」みたいな「待て」って言われたら「ッっッハッハッって言いながらとりあえず待つみたいなそういう人たちって自分がもう上に従うことしか能力がない人たちなので時代をぶっ壊すことはできないんですけれどもテレビっていうのはぐちゃぐちゃにぶっ壊すのが一番面白いんですよ。 フジテレビは特にそれでぶっ潰してきた人たちなわけですねはい、うん、ぶっ潰してきた側なのに、そう、なのに、おとなしい飼い犬テレビしかやらないようになったので、面白いかどうかっていったら、じゃあ、給料を下げてもあんまりしょうがない給料を下げても才能ないんだ,だから無理だと思います。うんうん、はい フジテレビリーマンショックの時から制作費、むちゃむちゃ削られてるんですよ。で、この4月も社員の給料も下げられましたし、あと何より制作費が全制作現場一律5%カットとかされてるんですよね、これ、あんまり広報発表してないんですけど、僕やっぱり内部の人間としょっちゅう飲んでるのですごくやっぱり締め付けがぎゅうぎゅうになってきてるっていうのは確かなんですけれども。 それとね面白い面白くないわねどうなんでしょうね逆に言えばなんでお金をかけると番組って面白くなったんでしょうね過去形で聞くんですけどバブルの時代って派手なものが好まれてたんですよねだからお金をかければかけるほどより普通の視聴者よりも派手なので見てもらえてたんですけど今は料理の鉄人みたいにアイアンシェフってやってフォアグラとキャビアバンバンバンってやってバーって捨ててるやつよりは例えばあの あのああお,お笑い芸人の方が、あの離島に行って。はいはいはい。か買い、かを取ったぞ、みたいな取ったと。あと有吉クッキングみたいな。なんかあの全く、パスタ使ってないんだけど、<う>パスタみたいに感じれる。食材とか、そう,そ,うそういう方が。いいと。ああいうのの方が、受ける時代なんですよね。うん、でも。 県民賞とか見ててもこれフジテレビじゃないですけどあからさままにひな壇の数減ってすよね昔は4段あって47都道府県の県民代表タレントが全員出てたのが今16人とかですねもフジテレビのいろいろな番組あるじゃないですかあのグッデイとか僕毎日生放送を MX でやってるわけじゃないですか夜9時とはいえ今も視聴率1%とか1.1%ぐらいいくわけですよ。 はい。バラロダンディの一日一日の制作費が四十倍から五十倍なんですよ。はい、<ー>そう、そう、聞いてあの愕然としたんですけど。でも、一点六とか一点七なわけですよ。よ、はい、だからね、あの。フジテレビの上層部がや才能ないだけですよ。<laughs> すうん、あの、のフジテレビの上層部がバカバカなだけです。<laughs> うんうん、はい。最後までありがとう。チャンネル登録してってね。